宇宙船に隔離された乗員たち。この中に嘘をつく生命体グノーシアがいる。人のふりをして紛れ込み、毎晩一人ずつ乗員を消していく。嘘をついているのは誰か。乗員たちは議論を交わし、疑わしき人を投票で選び、コールドスリープしていく。すべてのグノーシアを見つけ出せれば人間側の勝利。だが彼らの嘘に気づけずにいると勝敗が決すると時間が遡り、新たな役割で次のゲームが始まる。場合によってはあなたがグノーシアになることも。なぜグノーシアは人間を襲うのか、なぜ時間がループし続けるのか、そしてグノーシアとは一体何なのか。徐々に明かされる乗員たちの素性、やがてあなたは全ての答えを知ることになる。グノーシアは4月30日配信。本日よりあらかじめダウンロード開始。